おはようございます。おはようございます。じゅんです。じゅんです。たえです。たえです。かいとです。かいとです。今回は2カメ体制でいきます。カメ、はい、ありがとうございます。カメラ1は私、カメラ2はかいとくんお願いします。はい。今日実はホリエモンカップっていうところに来てるんですね。はい。知ってます？ホリエモンって。あのホリエモンさん、知ってます。同じ社長として、社長キャラとして、ちょっとレベルが違いすぎて社長って言っていいのかって感じですけどえ、たえちゃん知ってます？ホリエモンさんって。あ、知ってます。どう何の人、はい、何の人。タレントさん、実業家、ロケット。タレントないだよ。ロケット、ロケット、ロケット、ロケットあげた人はい、彼とラウンドできることになったんですよ。おぉ、うん、おぉ、私が嬉しい。何聞こう、はい、たえちゃん、はい、今日女子プロの人たちがたくさん来る回なんですけども、あのどうせだったら、はい、なんか試合みたいな気持ちで戦ってみてはいかがでしょうかってことで呼びました。で、カイト君が解説するっていう2カメ体制で、はい、ブリストルって結構コース知ってないと事故るじゃないですか。そうですね。そう、結構むずいんですか。なんだろう、知ってたらそんなに難しくないと思います。何ヤードこの辺に打っててっていうのができればね、スコアは多分、距離も別に確かそんな長くないから、なんかコース知ってればスコア出ますね。多分全然。タイちゃん初？初です。もう知ってる人いるから大丈夫じゃない？うん、はい、全部聞いて。お願いします。はい。ありがとうございます。それでは、早速ご紹介させていただきましょう。元 HKT48 でゴルフ歴はなんと10年以上ですね。ベストスコアは87、山本真央さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バンクーバーオリンピックフィギュアスケート日本代表、小塚崇彦さんです。よろしくお願いします。人気 YouTube チャンネルリンゴルフからもご参加いただきました。解説時のなんとレギュラーメンバーである青木純さんです。よろしくお願いします。さあ、もう一方リンゴルフさんから来ていただいております。18歳、現在プロテスト挑戦中の斉藤多恵さんです。よろしくお願いします。吉本クリエイティブエージェンシーさんから、エージェンシーアルバトロスシンさんと門田龍馬さんです。よろしくお願いします。マッコリ、ああそうなんですね。設定好きなんです。気づいてる人は気づいてますね、これ。はい、ありがとうございます。かなり幅広いゲストの皆さんにご参加いただいております。よろしくお願いします。一言いただいてもよろしいですか。すいません、なんか朝から僕は朝すごい弱いんで、開会式なんか別にやらなくていいだろうっていう話をいつもしてるんですけど、運営がしつこくて一日頑張ってくれてさ、それでは僕は前向きな開会式を行いたいと思います。よかったね。かわいい。すいません、これは BMW の何ですか。これはあの M5 ですね。という車ですか。はい、オートマです。オートマです、はい、あ、ハンドはならないやつ。ならないです、はい、じゃあ内装チェックしていきたいと思います、はい、お願いします。 BMW は初めてですか。 BMW は初めてですね。あ、友達が持ってるの乗ったことあるんですか。シートはなんかちょっとスポーツカーっぽいからかな。なんかこうサイドに何ですか、ホールド感があるかも。ホールド感がありそうな感じがしますね、はい、多分。はい、乗っていきたいと思います。お、かっこいいですね。こんな感じですね、はい、あ、結構なんか低めない感じがします。つまり今高い車乗ってるから余計低く感じますけど、すごい、なんだろう、このこれなんだろう、ちょっとなんか動かしてみたかな。あれはギアを変えるところですね。これを、うん、この M1 と M2 の意味が分かんないですね。パワーモードが切り替えられる。あ、これね、はい、自分で個々に設定できるんです。ああ、これ用に、なんか画面もすごい広めな感じがして、ナビゲーションが、はい、いいな。なんかこういうかっこいい車乗りたいですね。ここはい、行きます。はい、ナイスショー、ありました。ありがとうございます。これでお帰りください。もう上手です。持って帰ります。行ってきます。はい、上手。おー、物箱落ちた。
出してます？はい、悪そうっす。悪いな。悪そうっす。ねえ、やりたいな、こういうの。かっこいいですね、こんだけ音が出ると、はい、グリーンどうですか？グリーンはぼちぼち早いです。ぼちぼち早い、ちょっと打ってください、打ってください。だから、あかりと一緒に行くことに。ありがとうございます。うまい。じゃあ今日プロいっぱいいるけど、はい、ね、今日今回頑張んないと。全部できない。乗り止めプロ、おはようございます。すいません、今日撮影で入らさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リンゴルフご存知ですか？あの YouTube、 YouTube です。本当ですよね。たまにおすすめ。本当ですか？ちょっとチャンネル登録よろしくお願いします。わかりました。いよいよスタートですけど、はい、今日の意気込みは？今日の意気込みはちょうど同じ組に乗り止めプロがいるので、もう負けないように。お、バチバチだ。ここでいきなり他の方と楽しくやりながら本気ゴルフで、うん、はぁ。目標スコアは？目標は初めてのコースなんですけど、目標はパープレーで。よし、頑張ってください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。しょう。しょ。TTP の4番です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと抜いてますね。ちょっと髪気味ですけど、全然 OK ですね。よいしょ。たいちゃん、結構来ましたね。来ました。残り何ヤードですか？打ち下ろしなしで155です。へえ、このホール360ぐらいあるのに、うん、ユーティリティ2本番で、かあ、飛ばしや。すごいコース。こっち行きちゃうと全部 OB 行っちゃうんですよね。あ、池か。もうそこ跳ねて全部池入っちゃう。6番ヤンです。OK です。ちょっと左、右すぎました。右をちょっと上がっちゃいました。あ、いやっすね。ナイスパーです。切れた？切れた、結構切れた。すごいいい攻め方でしたね。あ、そうです、はい、真ん中からちゃんとこのバンカーとかない方にちゃんと打って寄せてワンパット、はい、まあ、理想的なパーの取り方ですね、はい、出だしはこんな感じでいいんじゃないでしょうか。何、キュイスコア出るといいな。出るかな。そうですね、このホールは旗に向かって旗のやや右ぐらい、左、右はちょっと広いって感じ。右行き過ぎたらダメよ。あ、ダメ。そうですね。まあ238、じゃあ大丈夫。まあ200ぐらいまで。てちゃん5番ウッドです。はい、5番ウッドです。微妙い。今何番ですか？今ユーティリティの4番です。4番、はい、たいちゃん痛恨のティーショット池です。またここがすごい嫌な感じで、手前が池なんですよね。手前が、この辺が池で、これを越したいんですね。まあ、左手前に打ってのもありですね。たいちゃん、パー5、11番パー5、3打目です。
聞こえました。ナイスです。いや難しいこのホールは。415ヤードのパー5なのに200ヤード出してくれないんですよ、ティーショットで。で全部200ヤードくらい打つとこの池に入っちゃってだからすぐペナルティになっちゃうから、みんなティーショット男性はアイアンとかが多かったんですけどね、割と。あのコース知ってないと持ってた気しそうなコースなんで、ちゃんとあれなんですよ、スコアカードにヤデジブックつけてくれてる。へーすごいですね。これを見ながらやらないといけないコースです。難しい難しいです。難しい難しい。でもなんかハマったらスコアも出そうな感じ。そうです、よく、はい、いい方にハマればスコア出ます。で良くも悪くもハマりやすいと。はい、おお、そうなんですね。何ヤードですか？66ヤード。66ヤード、はい、プラス打ち上げですね。何度で打つんですか？52度ですね。52度、はい。はい、そうです。ありがとうございます。グリーンが見えないんで近いからよくわかんないですけど、お楽しみだ、お楽しみだ。タヌキ、タヌキ、タヌキがいる。ハクビシンかな、かわいい。あら、これこれタエちゃん。はい、あら、うまい。ネルトミプロ4打目です。ナイスです。ありがとうございます。こういうパットを入れられるか入れられないかで今日のスコアが左右しますね。ちょっと右向いてる感じありましたからね。しっかり入れますね、さすが。ナイスパーです。おー、ナイス。ナイスショー。全然大丈夫です。わかりました。タイちゃん3番ウッドです。ナイスです。165ヤード、5番ユーティリティです。あ、じゃあ6番ユーティリティです。困りません。右？右手前、ちょっと手前です。うん、右のあの。うん、するんですよ。全然うまくならなくて。え、でもでもドライバーとかも。ドライバーだけ。結構ドライバーとかも。そうやってます。もう誘われたら行くようにしてて、結構。三段目ピッチングです。ナイスです。タイちゃんパーパットです。ナイスパーです。ありがとうございます。いや3ホール回ってみてどうですかこのコースは。いや結構難しい。いや難しいですよね。難しい。タイちゃん今3ホール終わって、はい、ワンオーバー。ワンオーバープロが？ワンオーバーです。お、じゃあプロと今同点ですか。このそのうちバチバチするんだろうな。やだな。後半全然口聞いてなかった。すごい嫌だな俺。それはちょっと勘弁してくださいね。和気あいあいと。